名前は安浦千代。何でも人よりこなすことができるスーパー中学生である。しかしスポーツ全般は他の流れに負け、ごめんね、万年2位。成績は橋船一華に毎回トップを取られ、やれやれだぜ。芸術方面は鹿は亜子に勝ったことがない。ごめん、誰だっけ。のであまり周りにすごいと思われていない。十分すごいよ千代ちゃんは。そうかしら。私なんて勉強全然できないし、歌もジャイアンだし。まあ大したことないわよ。それにお家もお金持ちのお嬢様でしょ。憧れちゃうな。そんな、お金は親のものだし。あ、でもまっちゃんもお金持ちだよね。何がです。どちくしょう、お坊ちゃまくんかよ。ちくしょう、覚えてろあいつら。力が欲しいか。誰？力が欲しいならくれてやる。誰なの？もしかしてジャババ的な。俺だよ、俺俺。誰？で、どうよ、欲しいの力。いや、そもそもあんた何よ。あ、俺様はマヌー様だ。いや、知らんし。イニシエの封印より解いたお前に褒美をやろうと言っておるのだ。イニシエの封印？いつの間に私そんなもの。ほら、さっきお前が走ってる時に。あ、なんか蹴った。な、そんな解かれ方でいいの？力って具体的に何をくれるのよ。魔法少女的なやつ？ああ、そういうのはないな。じゃあ、まあ瓶の蓋を開けてあげたり、重い荷物を一緒に運んであげたり。ただのお手伝いさんじゃん。あとはベンチから不敵な笑みを与えたりするよ。さくっきはっぴちか。つまり何もできないのね。まあノリで言っただけだしな。ノリかよ。でもあなた、たまに学校にいる黄色いやつに似てるわね。何？お前テガのやつを知ってるのか。セガのやつ？テガだ、メガドラは関係ない。いや、名前は知らないけど、私の嫌いな奴らとよく一緒にいるわよ。ふん、なるほど、共通の敵というわけか。あなたも恨みがあるのね。ああ、どうやら我々の出会いは宿命のようだな。いいわよ、手を組もうじゃない。2期目の主役は俺たちだ。これからは新キャラの時代、旧キャラは全員潰す。かくして柏伝説 Z は敵キャラの紹介から始まるのであった。あとナレーションも潰す。